はいどうも、おばです、えー。僕はですね、もともと不登校の経験があるんですけど、今、幸せに生きてますので、えー、これ、学校は行かなくてもいいという本を書いたりとか、えー、こうやって YouTube とか、ブログとかでいろんな情報を発信をしております。で今日はですね、僕の実は知人に、えー、元不登校の東大生がいるんですけれども、えー、その彼がですね、えー、勉強を使うための道具として使っていたスタディサプリ、これがですね、えー、実は 2, 2月18日から、えー、少し値上げをすると。 いうことらしくて、えー、今日今のうちに申し込んだ方がいいよっていう話をしたいと思っています。えー、スタディスアプリってですね、まあ、素晴らしいサービスだなと思って、実はあの知人が開発に関わってるんですけれども、えー、今は月980円か、月980円で4万本ぐらいあるのかな、いわゆる学校でやってるような勉強とか、塾とか受験対策の勉強とかっていうのが、こうやって動画でですね、たくさん 掲載されているサービスになりますで、その4万本の動画が月980円かで見放題というようなサービスになっています。で、僕の知人は東大に受かった子はですね、これで不登校になってからもともとこれで勉強をしていたらしいんですけれども、そんな感じで学校に行かなくてもですね、自宅ですごくレベルの高い授業が受けれる、しかもそれが月980円と、めちゃくちゃ安く受けれるというようなサービスになっています。で、えっ、ー、と、このサービスがですね、 えー、2月の18日からか、2月の18日の正午から、えー、980円が1980円に値上げをするとのことです。なので、えー、今申し込んだ方が得だと思います。なぜかというと、今申し込むと据え置きなんですね。980円なんですけど、えー、2月18日の正午以降、値上げしてから申し込むとそのままになってしまうと。なので、えー、もし興味があるっていう人は、今申し込んだ方が得かなと思って、こうやって YouTube で紹介をさせていただきました。 あの僕、もちょこちょこお勧めしてるんですけれども、やっぱりこう、僕自身、25歳なんですけど、今ね、不登校、僕の当時の不登校って結構大変だったなと、今振り返ると、なかなかこう家で勉強するって言っても、まあ、ツールがそんな,なかったと思うんですね。学校のこう教科書を勉強するみたいな、選択肢なかったで。やっぱ人に教えてもらっても大事じゃないですか。で、面白くね、分かりやすく教えてもらっても大事だと。っていう中で、えー、やっぱり そういうふうに YouTube、動画とユーチューブで、スタジオサプリ、動画とかですごくわかりやすく、めちゃくちゃ面白い授業が本当何万本も載されてっていうのは、すごいいいと思うんですね。で、それがしかも月980円でめっちゃ安く、まあ、これから19 1980円上が,ってます上がっちゃいますけど、それでもめちゃくちゃまあや安いなと思っていて、えー、そうやってまあ超レベルの高い勉強、それがめちゃくちゃ安い金額で誰でも家で受講できると、それはね、素晴らしいことだなと思います。 で逆に僕がやっぱり学校は行かなくてもいいよと、無理に不登校でね、そんな学校に無理にこだわらなくても不登校でもいいじゃんっていう、えー、そういう発信をしてるのは、やっぱりこうスタサイサプリみたいな、家でいても勉強できる。 すてきなサービスが今はすごい充実してるなと。だからまあ発信してるっていうのはすごい大きいです。学校が無駄っていう話ではなくて、学校でやってる勉強は別に家でもできると。学校が合わないんだったら別に無理に学校で勉強しなくても家で勉強したらいいじゃんっていう、それだけの話かなと思っていて、ただ、じゃあ家で家庭教室作るってやっぱお金かかるじゃないですか。 でも、スタイオサプリみたいな、これサービス使いめっちゃ安く受けられますよね、みたいな。そういう選択肢がいっぱい広がってきてるからこそ、無理に学校行あなくても、えー、まあ、無理にふと、ね、不登校でもいいじゃん、みたいな。えー、そういうふうな発信が、えー、堂々と、えー、できるな、というふうにも思っています。で、しかも、まあ、その僕の知人ね、不登校の、まあ、今、東大に行ってる子が、まあ、言ってたのが、なんか、別に勉強嫌いなわけじゃないんだと。なんだけど、学校の先生が合わないと。この先生の教え方下手くそすぎる。と でなんかこう学校で自分はもっともっとこの教科頑張って勉強したいのになんか周りのやつらが遅いから合わせなきゃいけないとか逆に苦手な教科もう本当はもっと苦手な教科だからがっつり教えてほしいのに、ね、みんながやっぱりペースがあるからそんなに、ね、個別に教えてもらえるよって原価あるじゃないですかこれが合わなかったと別に勉強自体は嫌いではなかったんだよねみたいな感じですでその子が学校行かなくなってからスタジオサプリで頑張って勉強して、まあ、東大に受かるみたいな話を聞いた時に ああ、なるほどなと、そういう子もいるんだなと。で、結構ね、僕、いろんな不登校がか,かってきましたけど、えー、結構多いです、そういう子、実は。なんか、勉強自体が、もともと嫌いではなくて、学校が嫌な、学校の先生が嫌とか、学校のクラスの雰囲気が嫌だった結果、結果、勉強自体が嫌いになったって。もともと勉強嫌いなわけじゃなくて、えー、学校に行ったせいですよ。まあ、言い方はです学校のせいで勉強嫌いになったみたいな。 そういうパターンって結構あるんだなというのを改めて感じてます。なのでそういう子たちが勉強嫌いになる前にですね、えー、そもそも無理に学校行かなくても、えー、スタディサプリ,リみたいなそういう、えー、勉強をするっていう。 家で勉強するっていう選択肢もあるんだよみたいな、そういうことはまずは知ってもらって、その上でこういうツールを使って勉強するのがいいのか、学校でやっぱり頑張って勉強した方がいいのかってことなんか天秤に比べてこっちって選択できた方がなんか僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。そもそもなんかこう学校しかないって思い込んじゃってやってるとすごい辛いなと思うんで、今世の中にはいろんな選択肢が広がってきてるので、まあそういうのがですね、もっともっと当たり前やっていったらいいなというふうに思うし、えー、まあその一つの 選択肢というスタディーサプリというサービスをこの機会に知ってもらったらいいなと思うし、えー、よかったら、まあよかったら、まあ、僕がよかったなんて立場じゃないんですけれど、えー、2月18日にですね、値上げするらしいので、まあ、これまで安ぎましたね。多分赤字だったと思います。これも安ぎたと思うんで、えーまあ、それが値上げするらしいんでね、2月17日までに申し込むと、それが水曜日で安く使えるということなんで、もしよければ動画の概要欄に詳細貼っておきますので、まあ、チェックしてもらえたらなというふうに。 思いますはい。ということで、いろんな感じで、こんな感じで、教育系の動画、いろいろあげてますので、もしよければ、他の動画もチェックしてもらえたら嬉しいです。今日もありがとうございました。ではでは。